平塚球場。平塚球場は神奈川県平塚市の平塚市総合公園内にある野球場。平塚市が運営管理している。1985年3月20日完成。同年以降、高校野球などアマチュア野球の試合会場として利用されているほか、プロ野球では翌1986年から横浜対応ホエールズ。 現横浜 DNA ベイスターズの2軍が本拠地してイースタンリーグ公式戦を開催するようになった。また1軍公式戦も年に1から2回開催されている。1987年にはジュニア日本選手権、現ファーム日本選手権の第1回大会が行われている。1997年に横須賀市にある おい球場の改築工事が完了し、横須賀スタジアムとなってからは公式戦の開催回数は減ったものの、ベイスターズ2軍は現在も平塚を準本拠地と位置づけ、公式戦をおおむね月1試合開催、年間後から10試合している。なお、平塚でのベイスターズ2軍戦は平日のナイター開催が基本となっている。また、川崎球場のスタンドが取り壊されてからは、 首都大学野球連盟も公式戦を開催するようになった。フェンスの低さから観客が試合終了後乱入し、ベンチになだれ込む様子が風物詩のようにプロ野球チンプレイ、高プレー対象などで放映されていた時代があった。2002年5月14日に行われた横浜ベースターズ対阪神タイガー,アース戦では試合終了後に観客が乱入した。当日は 阪神が勝利し、同率主位になった日でもある。また、1995年に t b s 系で放送されたドラマ、未成年において、本球場が撮影に使用され、北原正樹の落球シーンの撮影が、観客役のエキストラを集めて行われた。スコアボードは、横浜スタジアムの初代スコアボードを模して、平塚球場、会場当初は、 平塚スタジアムと表記されていたが、ほどなく変わったのをロゴが配されているほか、逆三角形状に組んだサーチライトを支える H、平塚を表しているの字を模した6機の照明灯など、横浜スタジアムを意識して設計されている箇所が随所に見られる。ただ両翼が91メートルと、強愛な上、スコアボードも、旧来の電球式で視認性があまり良くないなど、 近年は施設の陳腐化が見られつつあった。平塚市は2009年度9月補正予算に総合公園管理運営事業に関し約1億5800万円を計上、このうち約1億3400万円が東急上のスコアボード回収に充てられることとなり、12月に着工された。折しも2010年1月25日、プロ野球におけるカウントコールが 従来のサボー順からビソ順に変更されることになったことから、市は急遽カウント表示の設計を変更。ランプは上からビソの順に配置された。改修は3月初めに完工し、3月9日のオープン戦、横浜ベースターズ対福岡ソフトバンクホークス戦で初稼働となる定めだったが、当日は、雨天中止となり、報道陣への公開のみが行われた。 また2010年5月24日、プロ野球、セッパ交流戦で、横浜対ソフトバンクの対戦カードが予定されていたが、雨天中止、くしくも、1年で、オープン戦と交流戦で組まれた、同じカードが、連続中止となった。5月25日、6月15日の予備日も、横浜で開催され、平塚では1軍の試合が1試合も行われない、結果となったとなった。 結果的に、新スコアボードが、プロ野球一軍の試合でお披露目されたのは2011年3月日に、行われた横浜対ロッテと完成から約1年、経過してからであった。2010年12月12日には、タレントの萩本樹一率いる、社会人チームの茨城ゴールデンゴールズと、松坂大輔、MLB のレッドソックス率いるチーム、侍による、チャリティーマッチ、金茶、 松坂大介のドンとやるの。が開催され、試合は15から12で、茨城 g g が勝利した。なお萩本は2010年限りで優待、監督としての最終戦となった試合を勝利で締めくくった。一郎、現、シアトルマリナーズ会長府特別補佐が、メインキャラクターで出演している、佐藤製薬のユンケルの CM で、一郎が、演奏を披露したシーンは、 この球場で撮影された。収録は一発 OK だった。球場管理者の平塚氏が本球場に命名権を導入することとなり、2013年11月にエネルギー、駐車場運営などを手掛ける相模石油と契約を締結。2014年4月1日より2017年3月31日までの3年間、同社の運営する。 バッティングセンターのブランド名を監視、バッティングパレス I、石スタジアム平塚、バッティングパレス創籍スタジアム平塚と呼称されている。その後契約が更新され、2020年3月まで、この名称が継続される。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の、 国際試合、大会、AFC チャンピオンズリーグなどで平塚競技場が使用される場合、例外として正式名称を使用する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。